マインクラフトカップ電力ワークショップへようこそということで拍手。みんなあの学校の授業でさ、国語算数理科マイクラとかあったから最高じゃない？最高最高最高。どうぞメインテーマ、今日は電気を生み出す公園アミューズメントを作ろう。マインクラフトのワールドの中で電気のようなこの風車、羽を回すことで回転の力に変えて原子力発電も熱を発生させて、それで蒸気を出してエネルギーが電力に変わっていく。ほら、地面が揺れる感じわかる？そう、これがエネルギーだ。ヘリウムエリアにはどういう特徴があるかというのを書き出していってみましょう。海の方がみんなめっちゃ高い場所。ああ、そういうこと思いつくんだとか。砂漠は一番作りやすい場所。山にはみんな頭で言ってることはたくさんあるから。あれあれあれ。あれ。じゃあ、発生してるエネルギーに慣れるかどうか。僕たち A 班が作ったのは大きなピラミッドです。外見はこんな感じです。なかなかそのどういうエネルギーを使うかなとかっていうのは悩むエリアなんですね。ああ、間違いなかったですね。素晴らしい、お疲れ様でした。でしょうということで、私がプロの技を教えたい。この6つの重要事項、これ皆さんにも今日覚えて帰ってもらいたいんですけれども、そしてできるだけ本物を見に行った方がいいけど、発電のプロはどういうふうなことを考えているんでしょうか。そう、発電の量、エネルギーミックス、組み合わせを使うことで二酸化炭素を減らそうという実現できること、この2つ。トラはね、どうしてもね、頭が硬い。そこでみんなの力を借りたい。子供だからできること、新しいアイデアを世界中の人たちが求めてます。お疲れ様でした。はい、明日もマイクラするぞ。今日は参加してみてどうでしたか？楽しかった。いや、でもやっぱなんかいろんなチームでやる方がなんかやりやすいし、作りやすかった。なかなか実際にお友達と集まって一緒にマイクラをするっていう機会が作れてなかったので、今日はマイクラが好きなお友達といろいろお話ししてとても楽しそうでした。今日ワークしてみて楽しかったことは何ですか？いろんな発想とかが知れて、いろいろ勉強になりました。普段ずっとも一人でマイクラしてるので、マイクラ好きな子と集まってこう一緒にワールド作ったりとか盛り上がったりっていうのを見れてよかったなって思いました。